この先の大雨の情報をお伝えしていきます月末から7月の初めにかけてはまとまった雨が予想されているところもあるんですよね、はい、そうですねちょっとこう量的にまとまってくるということもあるので、うん、災害発生リスクが高まってくるかなとそんな状況になりそうですねはい、はいえー、ではまず気圧配置がいきましょうかではこちらが6月30日金曜日、えー、午前9時の予想気図なんですけれども、まあ、前線中には低気圧が発生するような形となりますまた空気の流れを考えてみるとこの前線に沿うような 形で西から入ってくる湿った空気の流れまた、この高気圧の周りを回って入ってくる南から入ってくる空気の流れがあってちょうどこれが合流するような形で えーまあ、低気圧に向かって流れ込むといった状況とどうもなりそうですね。まあ、それに伴って、えー、特に北陸以西といいますか、そのあたりでは強く降るとイミが出てくるというふうに見てください。でまた、この前線ですけども、七月一日、二日にかけて、まあ、ゆっくりとこう南下していくという形と、どうもなりそうです。えー、特に九州の東の海岸の方では、雨の量もまとまってくるといった状況となりそうですね。でこちらの方が三十日金曜日十二時から。 4月2日日曜日の午前6時までに予想される積算の降水量なんですが。が、うん こちらの方を見ていただくと、特に九州の方では、オレンジのところは200から300ミリ、赤いところは300から400ミリ、でエンジンのところは400ミリ以上という形になりますで。これだけの期間にこれだけの量の雨が降ってしまうと、どうしても災害リスク高まりますから、まあ、河川の増、まあ、水であるとか、土砂災害、そのあたりに厳重警戒といった状況とどうなりそうです。また、あ同じ量でもどうしても、 災害が発生しやすくなるのがやっぱ北陸なんですよね。北陸でもやはり100から2 0 0ミリの雨量としてまとまるところもあるので、こちらも災害発生リスク高まりますから十分に注意をしていただきたいと思います。詳しい今後の雨の予想はアプリウェザーニュースでご確認いただけます。ぜひご活用ください。